ばんは。机が完成して机の上で配信してます。メイクしてる。あとちゃんと服もおしゃれしてみた。ちょっとミサーからもらったサイダーを飲みたいと思います。いただきます。え、嘘、大丈夫だったわ。すごい、でも出てきた音がしたよね。そうだよ、明日みんなおしゃれしないとだよ。ずっとさ、ドッキリグランプリ見てるんだけど、ドッキリグランプリってめちゃくちゃ面白いね。いただきます。写真撮ろう。私もどうしよう、服おしゃれできるかな。いや、部屋着こそおしゃれな部屋着ないわ。ナース服おしゃれはちょっとやばいぞ。よし、いただきます。これってこのまま飲むのが正解？全然飲めない。今日ワンピース届いたんだ。そういえば展示会で頼んでて、ビー玉引っ掛けないとどうやって？そう、キティ&コー、すごいさ、今やってるドッキリが超気になる。そう、清楚だよね。でもなんかさ、わかんない、これはさ、みんなから見てさ、高級に見えるか安っぽく見えるか。なんかこれグレールで買ったんだけど、なんか辛口評価する人がいて、グレールのやつをね、なんか可愛いけど、なんかすごい安っぽいレース生地みたいな言われてショックだった。でも1年前に買ったんだけど、合わせるものによっては、ちょっとおしゃれしたんだよね。スカートとこうやって着てみた。清楚だよ。
はクリアサンダルを履きました今日。でもスカートも安かったからトータル3000円ちょっととかだと思う。安い。まつげあげよ。ここにね鏡もあるから超鏡しまおうかな。安いよ。峰岸さん峰岸さんだ。やばい机ね11時半とかから始めて1時半くらいに終わった。りーちゃんもやってくれて、でなんか最初の方はりーちゃんがやってくれてて、なんか一回結構いいところまで来て全然ハマんなくて、えなんでって言って、なんでだろうって言って見てたら、なんかはめてるとこがまず違くて、外してはめてってやって、はあ、そうやって頑張った。まあちょっとこのさ下に引き出しもついててさ、キャスターがちょっとなんかね不安定だけど、まあ自作にしてはって感じです。ナナさんだ。いや説明書を見ててもさ間違えることあるからさ、間違えちゃった。ドライバー使う、ドライバーも使うし、頑張ったもん、結構力いい。かわいい、ななさん。あの明日そういえば8の日の配信がショールームですが決まりました。超急遽嬉しい。私たちも連絡が本当に急遽だったので、スケジュールとかまああって出れない子もいるんですけど、出れる子だけでやりたいと思っております。14時からです。やったね。出演メンバーもあのサイトに書いてるのでぜひ見てください。うん、私も何だろう、まあせっかくおしゃれ祭りっていうことなので、まあ8の日も
やると思うんですけど、個人的にもファッションショーをしようかなと思います。ありですかね。ファッションショーっていうか、まあお洋服紹介とかにはなっちゃうかもしれないけど、いろいろ着てみんなに見せようかなって。ちょっとこの画面でそのあんまりは見せられないかもしれないけど、やっていこうかなと思います。せっかくだしね、お家にいるし、まあ長くできたらいいかなと思うので、プラスカラオケだったりとかもしたいなって思います。エイトの日なので、エイトの日、エイトの曲ちょっと歌ったりもしようかなと思う。まあエイトのその配信が終わってからご飯食べたりして夜になるのか、そのままやるのかは決めてないですが、ぜひ。あー、2年連続エイトの日がお家ってちょっとあれですけど、すごい楽しみにしてたから、ライブをまたみんなに会えることをね楽しみにして、ねえ、ショックですけど、近く日曜日だったしさ、結構お休みの方も多かったのではと思って、これ電池ないのかな、こうやってやるとつくんだけど、オリンピックばっかだ今日。そっか、次の日も祝日だもんね。そうか、高いかな、そんなめちゃくちゃ高くはないよ。でもソファーって座ったら普通にちょうどいい位置だからっていう。ブー、ね、今日の9時半の先生、私も何も知らないんだが、なんだろうね、うーん、ネモハモのジャケシャとか、わかんない、全然知らない、私もありそうなのはネモハモ関連かなと思ったけど、新番組のこと、うん、それもありそう。うん、確かにありそう、新番組のこと。概要欄見るとフレッシュコンで解禁する予定だったな、発表する。うん、あー、カップリングとかもありそう。ありそうですね。どうなるかな。
フ。なんだ、取れました。ちょっと今日タコライスを作るので、ちょっとひき肉を遠くから出します。今あっと思って気がついた。ちょっと冷凍庫してたから、タコライス食べるってなってきて、ひき肉がもうずっと余ってて、なんかね、りーちゃんのキーマカレーあんま好きじゃないんだって。ってことでタコライスにしました。今日さ、ミスドをさ頼んであってさ、ちょっと食べようかな。どうしても甘いもんが食べたくてさ、いや、まだ一食しか食べてないから食べさせてくれ。ゴールデンチョコ2つと、え、全部じゃないよ、リーちゃん半分こで、ゴールデンチョコ2つと、リーちゃんにダブルチョコレート、私はカスタードクリーム、エンゼルのに、ちょっと普通におやつとしてチョコレートを買いました。そう、ちゃんと一食食べてるの偉いでしょ。あと、いや普通にもう昼夜逆転しちゃってるのさ、どうしても治んなくて、でまあ朝いろいろなんか荷物、頼んだ荷物とか届いたから、普通にもう9時くらいに起きちゃって、寝たの4時とかだけど、9時半くらいに起きちゃって、でそこからちょっと寝て、ぶどう巨峰食べて、ご飯、うどん食べて、ちょっと食べます。いただきます。うん、うん、なんかさ、すごいこの年になってからかわかんないけど、ミスドを食べたくなる。確かに昔は全部100円だったよね。うん、すごいミスド買ってるかも、この東京に来て。やたらとこの笑顔100円ってでしょ。なんかビスのイベントがもうそろそろ来そうで怖いな。
あ、セールだったんだあれ。CM で流れてるやつ。うん。あとどこが残ってる？ NGT さんとかやってた？今ナンバー。あと2グループ、うん、最後か。うん。NGT もまだか。怖っ。でも1週間だよね。参加者多いの。わかんない。参加しますとか言わなきゃいけないのかな。HKT も SK も NMB もなんで3人しか参加しないんだろう。もう確実に揉めない、揉めないっていうかようにしてるんじゃないの。違う。うん、3人しかいなかったんだ。うん、AKB とかでも AKB 多くない？いつもこういうの。けどその時に言わなきゃいけなかったのかな。結構前に来たんだよな。炭酸塩。星三周とか懐かしいね。
毎日参照ですが、おすごいやってるって。頑張らねばだね。ヒノンさん夜にさ、そのなんか手羽先のスイートチリソースみたいなやつを作って、でなんかお腹空いたからカニカマ入れて天津飯を作ってみたんですよ。美味しかった。なんか初めて作った割に出来が良くて、天津飯の天津飯って結構簡単にできるから美味しかった。フライパンで卵を焼いてちょっと包んで置いて、ご飯の上に置いて片栗粉、醤油、酢、鶏ガラ、砂糖入れて水入れて混ぜて、卵結構ふわふわにできたはず。でも美味しかった、普通に。すごいね、なんか王将の天津飯のチャーハンが食べたくなっちゃって。そう、やっぱねご飯味付いたのが食べやすいし、炭酸がきつい。昨日さ脱力タイムズ見るの終わってたんだよね。楽しみにしてたのに、ちょっとだけね。明日はでもエイトの日だから、なんかちゃんとご飯作って食べようかな。王将だとあんはどれにしよう。そんな王将ってあん選べるの？私王将あんまり行ったことない。一日だいたい一食になってる。一食プラスなんかお菓子とか完食してる。日高屋も3回くらいしか行ったことない、実は。あんまりでも王将行ったことないかな。バーミヤンはレタスチャーハンしか食べたことない。お持ち帰りで、お持ち帰りとかウーバーしかない。バーミヤン早期そば食べたい。私も食べたい。お家にあるんだよね。でも実はリーちゃんママが送ってくれてある。なんかリップがいっぱいあってさ、消費しないといけないからさ。タコライスの素もある、いっぱいある。なんかありがとうございます。
ナチョスなんかあるんだけど、なんであるんだろう。一個だけあるよ。キタチ。チーズもある。キャベツも、レタスもトマスもトマトもあるから、もうタコライス完璧にできる今日。最高。うわ、餃子食べたい。ゆいゆいのストーリー見ちゃって。でも撮ろうかな今日は。メールまだ送ってない。今から送ろうとしてたよ。さあ、 iPad に変えてさ、ズームやるの初めてだからさ、楽しみ。くしゃみが出そう。だってみんなの顔見れそう。携帯は4人しか見れないからさ、自分含めて4人だから3人しか見なくてもずっとこうやって見てたけど、いっぱい映る。最高。明日は14時から配信です。なんか打ち合わせとかは配信ごとのズームが待って。コメントしてください。言うなってコメントしてくださいね。
よろしく頼んだ。コメント見れます、私端末2つ持ってるから。今は大丈夫、見れるからコメントしてください。 G8 とかも最近出てないからさ壇上はさすがにね、みんな大変だろうから無理はしないで。TikTok 撮ろうかな。今撮るのは違う。むずそう。おお、金メダルだって。いやさ、手前がボケていい感じ、ほんと。いや、TikTok 久しぶり撮るな。なんか低い。テイク1です。なんだっけ。ないんだけど、間違えた。緊張しちゃうんだよね。うるさそう。なんか落ちたんだけど。やめよう、やめよう、ちょっとダメ。なんか落ちちゃった。ちょっともう一回撮り直します。ちょっと間違えた。やばいやばい。私向いてない TikTok 絶対。向いてないかな。間違えちゃった。間違えちゃった。なんか漏れないなぁ。なんかつけようかな。
ジェルメイクってやつ使ってみるわ。頑張ります。テイク3くらい。いけたんじゃないか。ちょっと眩しい。乗っけましょう。乗っけた。これも覚えよう。うん、そっか、 YouTube 始まったのか。そういやさ、そういやさ、あ、発表されてるじゃん、ゲーム。終わった？いや、まだあるんじゃない？え、そんなことある？え？終わり？
ちょっと。まあでもお知らせだからね、そんな重大発表とかじゃないから。そんな責めないでください。なんか多分新作のゲームが出るって言ってて、なので、そう、重大発表じゃないから、でお知らせだから。ね、責めないで、確かにこれだけって思ったけど。もう終わっちゃったんだね。メンバーをプロデュースする感じ。うん、TikTok で見るといい感じ。なんか撮ってほしい TikTok あります？いや髪の毛伸びたんよ。のやりおすすめ出てくるやつ、ちょっと気にならないTikTok消していきます。あー、虹色の戦争ね、流行ってるね。何を撮ったらいいんだろう。流行ってるねこれ。好きそうみんなこれ。G。
て言ったらいいんだよこれ。いや可愛くないからやめよう。なんかこれ、ね、こうやってほっぺムニムニするやつが流行ってるらしいんだけど、ありません。え、嘘、発表あったんだ。ちょっと見たい私も。どこで見れるの YouTube？ ちゃんと見てなかったから見よう。そう、そうっていうか、まあこれは公式の発表を待っていただいてですね。いや、撮ってる子は撮ってると思うんですけど、私はまだ撮ってないですからまだまだかもしれない。ちょっとアメブロに乗ってるね。リリース時には48名のメンバーが登場します。リリース時に登場しないメンバーにつけましては今後のアップデートで登場予定です。だってあ
待っていただいて。もう終わらないでしょ。そんな一個増えたら一個消える感じなの。ねえ、髪切りたい、もう耐えられないわ、長いよ。なんか空いちゃった。来週には切れると思っている。もうボンなんだね。前髪あった方がいいかな。ナイナナちゃんくらいに切りたい。こんくらいで切ってる。アプリで加工したぐらいのハイトーンにしたいなと思ってる。どうせ夏しかできないだろうし。ブリーチするよ。リコでやると印象は確かに変わるよね。あやちゃんもでも結構ブリーチしてるから染めたらあやちゃんくらいにはなりそうだけど。ピンクにするかしないか一回ハイトーンにしてみてからかな。一
回でもミルクティーくらいの色に抜いてみたいので、髪が短いからまでやってみようと思うかも。長かったらもう痛みに痛んじゃうし、ハイトーンにしてから髪切ってもよかったなってやっぱ後悔してるけど。楽しみにしてて、夏限定かな。あー、ホットケーキ食べたいんだった。すごいよくわかんないDM が来てる。なんかいやわかるんだけど、これは私に言って何になるのっていう DM なんだけど、これDM。アンチではない、アンチではないけど、なんか内容的にはエイトの日のショールーム配信、特別配信をやるべきってきて、まあ確かにこの人に言いたいことわかる。この真似できない子もいるのに、なんでやるんだって多分言ってるんだ。思ったことが一つある、個人の意見だからさ。今もゆいゆいやりんちゃん、韓国から帰ってきたひーちゃんが大活躍してるけど、エイト全体を見てきたファンとしては、エイトってなぎとなるがいなくなると、エイトだ、エイトじゃなくなるなって思った。あくまでも個人の意見です。ええって感じじゃない？めちゃくちゃえって感じじゃない？いや、これを私に言って、いや多分みんなに送ってるんだろうけど、え、じゃあ私が別に辞めてもあなたには関係ないんですかっていう内容に捉えられる。なんかいっぱい来るよ最近。なるほどって言って終わっちゃうけど、なんか翻訳してくれたんだけど、投稿を通してあなたは食べ物が大好き、あなたと友達になって地元の食べ物を分かち合うことができます。できた。かわいい。ね、可愛いよね。で、私のその食べ物のストーリーを投稿送ってくれて、私が投稿したやつ。
訳面白い。 DM 全部見てますよ。これ今日雨降るっけ。明日もおしゃれしよう。メイクも可愛くしようかな。てか堀美央奈さん絶対電池ないわ。これも夜降るか。洗濯しまわねば。じゃあ明日は、まあ、エイトの日の配信があって、まあ、後にファッションショーとカラオケしようかな。賛成？ハイスクールヒーローズってなんかライダーみたいなやつ。電池ない。いつやる？今日やる？やんないか。やるじゃん。2話見てみるね。明日の配信は1時間くらい。あ、そうなんだ。じゃあ夜とかの方がいいかな。長めにできたらいいかなと思うから、まあドボンしたりとかもしようかな。明日ね。まあできれば夜にしようかなと思うけど、迷い中です。明日はじゃあたくさん配信して、お洋服とかもなんちゃら結構でもメンバー少ないのね明日。マシロいる？嘘。メールに真っ白書いてないけど出るか。久しぶりに会うかも。会うってか顔見るかも。真っ白のすごいね。レアキャラだもんね。もうみんな楽しみにしてるでしょ真っ白。なんか私より真っ白の方が人気なんじゃないかって焦ってくるわ。日本勝った。嘘。やった。何かどれ野球すごい。
ちゃんと見とけばよかった。野球やってるの知らなかった。すごいアメリカの野球ってすごい強いイメージがあったからさ、悔しそうな人を解いちゃった。嬉しそう。正式競技では初だって。すごいね。これ横浜スタジアムだっけ、あれ合ってる、横浜だよね、違う、そうだよね。すごい、でも観客がさいないオリンピックってなんか寂しいね、今会場見て思ったけど。すごい握手してる。寂しいね。コンサートもそうだよね。間違えた、なんかバグった。胴上げしてる。おめでとうございます。嬉しい。この黒いのは何？おしゃれ。そうなんだ。おしゃれおしゃれじゃない、まぶしくならない。そうなんだ。
目がうるうるしていらっしゃる。嬉しいよね。でもめっちゃ目が茶色超綺麗。嘘、岐阜出身この方。なんか詳しいね。ベンちゃんっていうの、和田さん。県議賞か。強いものね、県議賞。ツイッター溢れてそう。野球はーいで、野球はーい。日本優勝って感じ。すごい嬉しそう。この瞬間を見たかったな。素敵。風だって急に現実、急に現実。急に現実。ちょっとなんか一曲だけ歌おうかな。一曲明日も歌うからね。ちょっと携帯に移動させないと。ビバハリケーンはない気がする。でも8の日の台風の時もあったよね。何がいいかな。低いな。うわ、ポニッシュとかめっちゃいいんだけど、ちょっとポニッシュ歌いたくなったキャラ、ポニッシュ歌わせて。なんで押せないの。
ごめん、めっちゃ手動いてる。なんかアップデートした、変わってる、ちょっと。聞こえる？誰だより早く夏の袖口まくって太陽が近づく気配、僕の腕から衣替え、青い海波打ち際で君と会いたい、裸足も水しぶきを握ってる、風の中胸が苦しくなってくる、好きなんて言えやしないよ、後ろ姿に気持ちをつぶやくポニーテール、夢の中君のすべて独り占め、ポニーテール片思い、目と目合えばただの友達。懐かしい。シュシュ恋の尻尾は使えられない、触れたら幻、ポニーテール変わらずに、君は君で走るだけ、ポニーテールいつまでもはしゃいでいる、君は少女のままで、ララ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 ラ曲いいです。
ですね。ちょっとさ、この線のイヤホンさ、りーちゃんがさポッケに入れててさ、洗濯してさ、二人ともどっちのも壊れてんのかな、なんか聞こえが悪い。そう、洗っちゃった。りーちゃんがいつもポケットに入れっぱいしちゃうから。大丈夫、みんなからは問題ないな。なんかないかな。1曲くらい、なんかありますか？夏曲がいいんだね、みんな。はしゃいでいる君は少女のままで、ララ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 ラ今探してます。うわ、私の好きな歌を歌おう。またこれかよ、多分思う、みんな。 SK 一番好きな歌、これ実は一回踊ろうと何て言うの、結構前だから、青い海の中僕は飛び込んだ、夏の日差しに背中を焼きすぎた、そばにいるだけで意識してしまう、海の水が去年より小さくて、恋はあれが急に成長したのが変な意味じゃなくてハートしたんだ、意外にマンゴーロマンスは早すぎる、まだまだまだなきゃ、青春果実いつの日にか大人になったら君のことが好きだと言いたい、顔を出した時君が偶然
持ちを眺めてた。不意に目が合って微笑んでくれた。なんか切ないもう一度もぐろうか。君はどうしてそんなに綺麗になったの。ずっと青いままでよかったのに。驚きマンゴー、青春は駆け足だ。キスしてみたいけどマンゴー、酸っぱいケーキ、その日までは甘い香りに誘われても手を伸ばさないよ。曲調かな、好きみたいです。大好き、いつかは見たいな。歌詞はすごいよね。じゃあラスト1曲何か歌って終わりにしようかと思います。何がいいかな。フルーツスノーもめっちゃ好きだよ。でもなんかみんな飽きてそう。うわ、ハッシュタグいいな。夏曲。ハッシュタグにします。また明日いっぱい歌うからみんな歌ってほしい曲。教えてね。空も太陽から逃げられない。いつものグループみんなで泣き叫んで騒いだバーベキュー。あいつと彼女はいい感じだね。君と僕は仲良すぎて冗談ばかり言ってる。真面目な恥ずかしい。
カップルが空気を読めないピエロたちか、スイカ割りをしようなんてみんなで盛り上がっているけどさ、その前に片付けようか。悪いやつが僕たちのこと気づいて話しされてる、目隠しされた僕が迷ってると、君の声だけ聞こえた。ハッシュタグ運命が後でつぶやく、その時に感じたこと誰が聞いてくれ、奇跡はあるよ叫びたい今の想い、愛しさを隠さんだ。イエーイ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 、好きなんだハッシュタグを聞いていただきありがとうございました。好きなんだハッシュタグした。これはもう永遠にいてくれるよね。したね、なんかさ久しぶりに聞くとどっちがどっちか分かんなくなっちゃうよね、もう。下さんですかって。ではまた明日もカラオケするので楽しみに待っててください。今日はこの辺で終わりにしようと思います。明日いっぱい歌うね。愛しさを隠さんだ。いい歌。じゃあランキングを読みます。香港の13位、香港のケーキアットマーク、7レンジャーアットマーク、トリドンさん、ありがとうございます。12位、アキッコさん、ありがとうございます。11位、梅こぶちゃアットマーク、うなとりたこらえさん、ありがとうございます。10位、まぼろしさん、ありがとうございます。9位、てるきち、アットマーク、うなうなたんたん、うなたんたん、ありがとうございます。8位、りんごりんがりんゲストさん、ありがとうございます。7位、マイキーアットマーク、お洋服お似合い、本当は毎日かわいいな、なんでさん、ありがとうございます。6位、ゆうきさん、
ありがとうございます。5位宮崎のおじさん、ありがとうございます。4位、黒犬アットマーク熱が上がりましたが、ゆうの歌で耐えれてますさん、ありがとうございます。お大事に。3位、茨城のダイマットマーク名取のさん、ありがとうございます。2位、ロロさん、ありがとうございます。そして1位がティケートンからアットマークタイのうなりのさんです。ありがとうございました。ということで、今日も見てくれてありがとうございました。また明日お会いしましょう。14時からエイトの日のショールーム配信ぜひ見てください。その後夜かな、ショールームします。おやすみなさーい。